だけあのトレッキングして今戻ってきましたけども、やっぱりもちろん長靴なんで当然中の靴下は濡れてます。うん、そうですね、濡れてませんね、当然ね。濡れてないですね。はい、ホールちょっと、はい、よしよしよし、まあ、とりあえず実験はやってみましたけども無事、ミッション、成功しました。はいはい、ね、こちらが今ルイちゃんが履いているレディース用の商品になるんですけども、レディースの方は若干ね後ろの方にこういうイミテーションがついてます。これ結構人気でリボンの編み上げ、いろいろな種類にも自前で変えてオリジナルのレインブーツができます。この色はカーキかな。カーキです。はい、ただね皆さん十分注意してください。めちゃめちゃ景色も良くて涼しいんですけども、結構ね流れがなんか弱いかなって思うんじゃないですか。でやっぱりねちょっとこう水の勢いってすごくあるから、まあ、ちょっとね、これぐらいだったらいいんですけども、本当に十分気をつけて、危ないことしないように僕らちょっと実験しに来てるだけなんで、なるべくね深いところは絶対行かないようにしてくださいね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。みんなとりあえず無事自宅まで到着しました。長靴も履いて、はい、そのまま運転して帰ってきて、はい、まあ当然さっきリバートレッキングしたんで汚れてます、長靴こういう風に、はい、でこの長靴のいいところっていうのは当然簡単に汚れも洗い落とせるので、ちょっとこういう風に自宅に帰ってきたら、まあ、簡易的なこういうねご自宅にあるそのホースっていうかシャワーでこうですね、こういうふうに汚れを本当に毎日やってるんですけど、僕犬の散歩でこの長靴毎日履いてるんで、はい、本当に家帰ってきたらこうちょっとソールの部分を取ってもらっていいですか。はい、こんな感じ。さっきのねリバートレッキングで汚れた泥も全部簡単に落とせるんで楽ですよね。そう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 、だからね本当に毎日これでで、はい、そのままこれ本当に毎日やってるんですけども、はい、家に帰ってきて、はい、でただいまってやるじゃないですか、はい、でそのまま下駄箱っていうかこう玄関にこう長靴置いちゃうと、はい、ちょっとこう濡れちゃってるし、はい、ちょっと家族のものが嫌がるんで、はい、まあそのままこう物置があればね、物置にこういう風にそのまま僕置いてるんですよ、はい、でこのキーフックで、あ、ごめんなさい、ヒールフックで、はい、こういう風に長靴簡単にこう脱げちゃうんで、かかとについてる凹凸みたいなやつですね。これでこうやってさ、ちょっと今素足で履いちゃってるんであれですけども、はい、でこっからなんですけども、はい、これちょっとね飾り後ろにイミテーションつけてるんです、はい、でこのフックをここに引っ掛けていつもこういう風にしてぶら下げて乾かします、はい、毎日これやってます、はい、あ、今日もおまけです、はい、この別売りのインソール、はい、でも中これこういう感じで、まあ、インジェクションというかこう長敷きですよね、はい、こういうの入ってますので、これをまあここの自分のサイズに合わせてちょっとカットしてもらって、これを長靴の中に入れてもらえればすごいんですよ。このクッションが、ここすごいクッション、低反発のクッションが効いてるのでとっても歩きやすいです。ぜひこれも一緒にまあご購入してください。じゃあ山本君、ルイちゃん、はい、今日も一日撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんかいい動画が撮れたと思うんで、まあ見てください。はい。それではまた次回の投稿お楽しみに。今回私たち撮影陣が訪れた樽前画廊は、樽前山麓の林間にある渓谷で幻想的な景観を楽しむことができる北海道屈指のおすすめパワースポットになります。場所は苫小牧市樽前にありまして、札幌から車で約1時間半と意外と都市部から近い。現在は土砂崩れによる崩落が進んでおり、
危険ということもありまして折口が立ち入り禁止となっております。立ち入り禁止が解除された際にはぜひともお立ち寄りください。